津新地駅は、かつて、三重県津市や田子町にあった近畿日本鉄道、伊勢線の駅である。右奥に進む道路が、初代津新地駅に至る路盤跡で、左に曲がる道路が、路線延長後の路盤跡である。四日市、津間の諸集落を結ぶために設立された、軽弁鉄道である、伊勢鉄道は、1917年の開業当初、津市におけるターミナルを、 鉄道院三宮線津駅に隣接した津市駅に置いていたが、その後市街中心部への進出を目論むようになり、1924年に当駅まで路線を延長した。当初は津市駅と称し、あの大川を渡ってすぐの市街地北端にあたるところに位置し、東端式ホーム一面二線を備えた。伊勢鉄道が伊勢電気鉄道へと社名を改めた1926年頃、会社は 積極経営に転じており、1930年には、東駅より、伊勢神宮方面へと路線を延長することになった。この際に、東駅から直接南下するのではなく、カーブを描いて、海岸線に出るルートが取られ、東駅も南東方向に向かう線路上に移設された。桑名、大神宮前間で休行、準急電車の運転が開始されると、市街地の中心付近にあった、当駅は、 当然、それら優等列車の停車駅となった。伊勢電気鉄道が、三宮急行電鉄に合併された2年後の1938年には、関西急行電鉄によって、石急名古屋駅までの延伸が果たされ、名古屋、大神宮前間に直通電車が走るようになった。しかし、同年の12月には、名古屋三宮中川間の直通運転を開始し、 さらに戦中の1942年に不要不急線として新松坂、大神宮前間の線路が撤去されると伊勢線はローカル線に転落した。戦後も乗客は伸び悩み、1961年の江戸橋新松坂間の廃線と時を同じくして津新地駅も廃駅となった。廃線後は道路となり、初代津新地駅へ向かう路盤と二代目。 新地駅へ向かう路盤との分岐も確認できる。駅舎は当初、伊勢電標準スタイルの寄せ棟屋根であったが、空襲で消失したため、瓦張りのものに戦後建て替えられた。伊勢電時代には、駅前に、同社のタクシー部営業所が設けられていた。なお、開業時の東端式ホームは新松坂園伸時に、貨物ホームへ格下げされ、新たに、島式ホームが設置された。 今尾啓介、新、鉄道配線跡を歩く三北陸、新州、東海編、JTB パブリッシング、2010年、222ページ。ありがとうございます。